ジューシーな肉肉しい肉を食べてる。そういう感じ。なんかね、逆になんかね、うまそうな感じ。なんかうまそうですね。本当にジューシーな肉肉しい肉を食べてる。そういう感じ。なんかね、逆になんかね、うまそうな感じ。なんかうまそうですね。食いましたね。もうほら、食べたんで。あんまり食べるとこないですね、はっきり言ってね。もう、ほらこんな感じで、結構ね、奥まで食べたんで、いやー、もう届かないな。もう、ほら、ちょっとあれだね、また割らないで無理か。もう食うとこない。食うとこないっすね。こんな感じで、ほら、結構ね、奥まで食ったんで、ほら、あ、筋肉がある。ほら、この顎の筋肉。これ顎の筋肉入ってるね、このほら。どうやらこれ顎の筋肉ですね。これは。顎を動かす筋肉が入ってるのが頭部。ということになりますね。で、もうね。ということで、次はね、あんまり食うとこなかったね。じゃあ次、こっちね、腹部。腹部ね、腹部まで食べるとこあるんで、こっちはね、こっちをちょっとあれかな。こっちを羽をむしってね、ちょっと、かわいそうだけど。これ羽をむしって、これね、羽をむしって、割っちゃおうかなと思います。羽をちょっとむしって、結構羽硬いね。羽がね、結構、あっ、あった。はい。ということで、羽開くとこうなってますね。はい。じゃあ、よくの皆さん、今から分解しますよ。羽は、こんな感じになってます。こういう感じ。こうね。お、カチャッと、あ、かっこいいな、ほら。こんな感じだ。こんな感じになってるんだね。羽はね。こんな感じ。ちょっとね、ハラビョちゃん。ちょっとね、待ってて、今用意してるから。こちらでお待ちください。はい、こんな感じで、こうですね。こんな感じで、ほら、羽をこう開く。なんかあれだね。ほら、かっこいいの、ほら。こんな感じ。なんかあれだね、ランボルギーニとかの、カウンタックとかのさ、あのドアみたいだね。ガルウィングの。絶対こうガルウィングじゃん、これ。ほら。絶対ガルウィングだよね。ランボルギーニ。カウンタックのガルウィング。ウィーンってさ、ウィーンさ、開くじゃん。バカってウィーン開くじゃない。あのドアって。あのランボルギーニの。この上に斜め上にさ、これがさ、ガチャって開くでしょ。これが。斜め上に、ほら、カチャってほら。これ斜め、ほら、ね、斜め上に開くんだね。ほら、開いた。前羽があって、で、この下に、と後ろ羽があるんだね。はい、この下に、こんな感じ。もうあれじゃん、もう完璧に。後ろから見たらカウンタックだよね。ランボルギーニ。ランボルギーニカウンタック。はい。で、羽ね、ちゃんと綺麗に、後ろ側に畳まれてて、これを広げると、お腹が見えてくるよ。ほら。これを広げると、こうね、広げると、ちゃんとね、あ、畳まれてる、綺麗に、ほら。ほら、こんな感じだ。畳まれてるね、ちゃんと綺麗にね。伸ばすと、こんな感じか。うわ、綺麗綺麗。うわ、ほら。ほら、綺麗だね。こんな感じだ。ね、ほら、こういう感じ。ちゃんと綺麗に、畳まれてるね。これをなんか食べるのもったいな。もったいない気もするけど、ましょう。ほら、ここで折れ曲がってんだよ。で、ここ折れてるから、ここをこう伸ばす。折れてる。ほら、こう伸ばして、で、こうだね。伸ばすと、こう綺麗に。あ、ちょっと破れちゃったか。ちょっと破れたけど、こんな感じ。ちょっと破れちゃった。こんな感じになってますね。お、ほら、綺麗。こんな感じです。はい。こんな感じで、これは綺麗だな。
こんな感じになってます。綺麗だね。うん、でこれだ。これ今からちょっとせっかくこのように綺麗にやったんだけど、これをね、はい、これを食ってもらわないといけないんだな。これを食わせます。これ真ん中でいっちゃうか。ちょっとね、せっかくこんな綺麗なのにね、もったいないんだけど、これ羽全部むしって、真ん中からキチンバサミで切って、トラビオカマキに与えていきます。はい、でね、じゃあ羽むします。死んでるとはいえな、あまりいい気持ちはしないけども、これをね、蒸していきます。結構硬いよ。蒸して、よいしょ。おっと、結構硬いな。結構硬い。あ、蒸した。うん、蒸しました。蒸して、こうなりましたよ。はい。いや、こうなりましたね。こうなったんで、これね、真ん中からね、ざっくり、切って、この中身ね、食べさせていこうと思います。まずここか。はい、で、花嫁ちゃん、お腹すいたろ。分かってる。ちょっと待ってね。はい。はい、ちょっと待って。今ね、はい、ということでね、これね、ざっくりいきます。これをね、真ん中からね、ざっくりカットしていきますよ。いきますね。カットしますよ、真ん中から。入るかな？ちょっと難しいね。真ん中に、この、合わせるのが難しいな。カマキリもね、うわ、いくかな、これで、ね。ちょっと難しそうだな。ちょっとね、カブトムシはね、真ん中からざっくりいったんだけど、カブトムシでかいからね。でかくて厚みあるから。これね、あんまり厚みがないんだよな。ちょっとやりづらい。ちょっと待って、やりづらいな。これいくか。これいいかな。ちょっとわかんないけど。いけ、あ、いけいけ、いくよ。せーの。うわー、なんかぶちょっといきそうだな。ダメだ。なんか切れねえ。あれだな、これ。これ包丁でいった方がいいかな。これ包丁でいった方がいいかな。できますけど。これ包丁だな。うん。これちょっとね、包丁使いますよ。ちょっと包丁でいこう。うん、これね、ちょっと包丁でいく。これはね、ちょっとキッチンバサミね、やりづらい。包丁でいった方がいいよ。ちょっと包丁でいきます。キッチンバサミやりづらい。包丁でいきます。包丁使ってね。ちょっとね、ハリオ君、ちょっとどいてもらって。はい、ちょっとこれでね、こいつでセラミックの包丁でね、今これいきましょう。これでね、まあカットしてもな。うん、無理だね。あ、無理だ。切れねえ。開けた。いったけど、だいぶ塩が出たな。うわ、来たよ。ほら、切れたね。よし、これ食わせよう。ってことで、ね、腹部ですね。腹部。まあ、正確に言うと、中胸部、後胸部、腹部。まあ、腹部ですね。腹。腹をね、真っ二つに切りました。縦に。これを食わせていこうと思います。はい。命に感謝。いただきます。はい、命に感謝。食えるぞ。もう食えるだろ。俺の指を食ってどうすんだ。俺の指を食ったってうまくないぞ。って
ということでね。はい。ということで、はい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 。今ね、食ってますね。うまそうに。なんちゅう体勢食ってんだ。ちょっとね、イヤイヤしながら食べてますね。ちょっと、自分の釜で掴んでほしいな。掴んで、釜で、自分の釜で。自分の。でも食ってもうまそうにね。食べて。うまいんだろうな。うん。中足と後ろ足を動かす筋肉のところ食べてますね。身がぎっしり詰まってるから、美味しいんじゃないでしょうか。美味しそうですね。身が詰まって。なんか本当に肉しい。肉が詰まって、本当に肉って感じですね。ジューシーな生肉を食ってるみたいな。そんな感じですね。そう。逆になんかこっちも食べたくなってくるような。なんか焼肉食いたくなってくるような。なんかこれ見てるとね、焼肉食いたくなってきましたね。肉、本当になんかね、肉食ってるなっていう。お前それなんでそんな変なポーズ取ってんの。その鎌おかしいだろ。その鎌の向きおかしいよ。ちょっと獲物を掴んだ方がいいんじゃない？うん。うまいのは分かるんだけどさ。その鎌のポーズは。ちょっとおかしいんじゃないか？そのポーズは。そのポーズおかしくない？食べてる。食ってますね、うまそうに。まあ、これは。手がかかるカマキリですね、本当にね。全然自分のカマで、まあでもカマで掴めないんだよね。なんかね、カブトムシをオオカマキリに食べさすときは掴みどころがあったんだけど、ノウギリクワガタって殻硬いしスベスベしてるから掴むとこないんだよね。だからカマキリのカマで掴もうとしても滑って掴めない。うん、だからまあしょうがないか。あ、そっち俺の指。あ、ちゃ、おい。そこ俺の指だ。そこ食べなくていいよ。うん、ちゃ、こっち。うん、いいよ。そこ違う。それ俺のあれだよ。俺指だから。こっち食べて。こっち食べよう。あ、もう食べた。おねえな、あんまないよ、もうね。お前どういう動きしてんの。はい。まあ、カブトムシに比べると、全然食うとこないですね。うん、やっぱカブトムシはね、カブトムシは、結構身がぎっしり、詰まったんですけど、まあね、体の厚みがあんだけあるからね。まあ、クワガタはね、ノーギクワガタ。まあ、この子も大きいんですけど、ノーギクワガタのね、サイズは、7、8センチあるのかな。大きいんだけど、まあ、カブトムシに比べたら、体の厚みが全然薄いですよね。ってことで、今、釜掃除してるけど、まだ食べた方がいいんじゃない？まだあるよ。まだあるよ。まだあるよ。まだ食べていいよ。はい。もうないかな。あ、もうない。あんまねえかも。もうないのか、あんまり。食べない。はい、食べていいよ。あんまないもん。あんまりないっていうか、まあ、あんまり身がないね。あんまりないが、こっちは？あ、こっち入ってるか。こっちもあんまないけど、すけど、まあ、はい。
はい、はい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 、食べていいよ。はーい、どうぞ食べてください。もう釜でつかめないからね、俺が食べさせてあげるよ。つかむとこないもんね、つかみどころないもんな。もうしょうがねえな。ということで、まあもうな、あんま、あんまり食べてもないね。ほんと正直に食べてもない。うん、農園クワガタ、あの結論としてカマキリの餌としては不適ですね。まず硬いし、硬いからこっちが人間が包丁とかキッチンバサミでカットしないと食べられないし、中身がね食えないし、そもそも食うとこ少ない、可食部が少ない。そう、バッタとかの方がよっぽど食べる量があると思います。もうね、でこっちもうね、こっちお腹の方ね、これスカスカ、何も入ってない。この腹部、これ見て、ぺっちゃんこ腹部、これお腹なんだけど、ほらお腹、お腹ね、何も入ってない、空っぽ、もう空っぽね、ほら何も入ってない、食べたことない、お腹は。はい、お腹、ぺっちゃんこ食べたことありません。ということで食事終わりですね。全然食べるとこないですね。まとめますと、ノコギリクワガタはカマキリの餌としては大変不向きです。そして食べるところ可食部がめちゃくちゃ少ないという結果に至りました。なので皆さん、あまり良い子の皆さんは真似しないようにしてくださいね。ということで、この動画はここで終わりにしたいと思います。また、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。